モンスターバースシリーズ第3弾となるゴジラキングオブモンスターズから日本版ティザーポスターとティザーチラシのビジュアルが公開された。ゴジラゴジラから5年後の世界を舞台に復活した神話時代のモスラ、ラドン、キングギドラらの怪獣たちとゴジラの戦い、それによって引き起こされる世界の破滅を阻止しようとする特務機関モナークの活躍を描く本作。今回到着したティザーポスタービジュアルでは、背びれを光らせたゴジラが空へ向かって方向し、その姿を見てただ立ち尽くす少女ミリー・ボビー・ブラウンの姿が描かれ、インパクト抜群の一枚に仕上がっている。またベールに包まれていたモスラ、ラドン、キングギドラの三大怪獣の姿が明らかになるティザーチラシビジュアルも合わせて公開。マイケル・ドハティ監督がエレガントで真の女神をイメージしたというモスラと、火山の溶岩にも耐えられるような強靭な体を持ったラドン、そして空中では敵なし、その象徴として金色をイメージしたキングギドラと3体の大迫力な姿が描かれている。ゴジラキングオブモンスターズは5月31日金曜日より全国にて公開。